いい感じに飛んだけど、私の入る隙間なくね。ちょっと私の隙間を開けておくんなまし。いや、やっぱ勢い足りんかったんか。ってことよね。勢い足りんかったってことよね、これ。そう、もう一回。まあでも、することはやっとわかった。こっちにも置いて向こうにも置くじゃなくって、これを向こうに置くんだね。くそ。思い違い。よいしょ。そして、あー待って。待って。危ない危ない。はい、これぐらいやっとけばいい？はい、転がってった。思ったより飛ばんもんやね。そして、多少邪魔なんやけど。はい、次はこれで。どれぐらい？これぐらいの勢い？もっといるかな？落ちた。はい。なんなんこのボーリングのガターみたいな。くそー。よいしょ。あっちからやった方が早くね？あ、でもあっちと、いや、一緒かな。うん、次こっちからやってみるわ。ちょっと待って。こっちね。ビターロック。間違えた。はい、ビターロック。待って、斜めってないこれ。あ、違うって、方向違うって。え、方向違うよね。やべえ、どこ飛んでった。あーぬ。危ない危ない危ない。あー危ないって。あー危ねえ。いろいろと。まっすぐできないんですけど。まっすぐの方向向いとかんかったらできんのかな。あ、ここにまず立つのがちょっと難しいんですけど。は、面積ないしさ。もっとこの台の周りも上がれるようにしてくれんかな。何これ。なんだ今の。普通に降りたんですけど。え、上がれない上がれない。よいしょ。難しいな。あの弾を向こうに持っていく方が断然マシだったような気が。いや、まあやけんこそ試練なんやろうけど。こうか、こっちに撃てばいいのか。こういうこと？いや、直接落ちていきましたけど。え、直接落ちたな。違う違う、無駄に。無駄に撃つな。しかも若干しか動いてないし。待って、まっすぐ。まっすぐだよ、まっすぐ。こうだ、こうこう。そうそう。危険だってちょっちょ。待って、この感じでいったらさ、この感じでいったら、あ、さっきまでのあの弾と同じことになるけん、やっぱりこれで持っていくしかないんか。もうこれで持っていきますか。ということは、あっこの2つとも生きとんかな。あるね。あっこのが2つ。結局この方法か。ということは、はい、またしてもビタロック。あ、どれぐらい、これぐらい。さあ行け。お、あっちまで飛んでった。次で行けるんじゃない、多分。多分ね。あんまり。いや、でも勢いはいるんかな。首狩り型の速攻壊れた。全然上がってない。まだまだ勢いいるんか。
思ったよりも勢いいるな。てか武器がすげえいっぱいなくなってくんやけど。でも素手じゃ殴れんよね。よし頑張ろう。どれぐらい？こんぐらいか。危ないやだし。いた。え、お。下に。てかこれ邪魔じゃね？邪魔よねこれ。ちょっとこれ。これマグネキャッチ使えんのかな？使えんね。マグネキャッチ使えんね、まったく。そう、やっぱ普通の石やけんってことか。マグネキャッチが使えたら多分一番、てかまあすげえ楽よね。これ正規の方法なんかな。とりあえずこれ邪魔やけんのけるね。のけれるかな。はあ、のけれてない。早く早く。これ正規の方法なんかな。超謎なんやけど。ちょっと待ってね。とりあえずこっちの方向に打って、この弾落とそっか。ゾーラの体型あれだな。動き呪いな。よし、これで。意外にも下に落ちない。まっすぐここを行くんやね。あ、戻ってきそうなんか。え、ちょっと待って、戻りそうだけど。え？あ、びっくりした。戻るかと思った。下落ちるよね。あ、よかった。はい、これで。これでまた私はあっちに行かねばならぬわけね。まあでもあっこのやつ乗っけたけん、次はいけるんじゃないかな。次こそは頑張ろう。あれ、ここのアイスメーカーなくなっとるやん。はい、ここに、よいしょ。はい、そしてビタロック。はあ、もうなんてめんどくさいんだ。方向が違う。こっちは、お、いい感じに飛んだやん。イエーイ。いい感じに飛んだけど、私の入る隙間なくね。ちょっと私の隙間を開けておくんなまし。あ、大丈夫、いける。このまま押せたら一番楽やのに。まあ、とりあえずこれで。お、これいけるんじゃね？いけんかな？怖い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 。なんだなんだなんだ。何？壁に当たって跳ね返ったってこと？ちょっと方向がよろしくなかったかな。じゃ、そこの隙間開けて。そこの隙間開けてね。私入るから。これ。なんか力の加減がさ、よくわからんよね。危ない。こっちだな。ゾーラの体験。うわぁ、向こう行ったし。あーでもよかった、落ちてはない。ちょ、待って待って、そこの玉。ちょ、そこの、え、落ちるんじゃね。ですよねー。ですよねー。壊れることはないんかな。まあとりあえず、難しい。非常に難しい。力加減がっていうことかな。こっちの方がやっぱいいんかな。よいしょ。もうね、ゾーラの体験壊れそうなんよね。どう？ん？
ちょ方向も力加減もよくわからない。あ、待って、壊れてる。リカルブーメラン。あ、こっちの方がやっぱ早いわ。いや、落ちられたらね、ダメなんだよね。これ本当にこの方法？この弾は普通にマグネキャッチが使えるとかそういうことはないの？この弾だけは使えますよみたいなのないんかーい。リモコン爆弾で吹っ飛ばしていく。はあ、違う。あれ、違うって。はい、リモコン爆弾どこ行った？はい、そしてで違うんよ。あ、そっか、上に登ることはできんのか、これで。あ、飛ばせたじゃん。このやり方かな。よし、このやり方でちょっとずつ動かしていこう。間違えたわ。これ四角いリモコン爆弾の方がいいね。で、そっと置いて、あー、なんかどっか行った。ちょっと行かせたかった方向ではないんやけど。あ、でもこっちの方が早いな。あ、待ってってばー、そこー、なんてこと。でもとりあえず分かった、やり方分かったやり方分かったよ。あれだね、爆弾の方だね。爆弾で吹っ飛ばして進めていこう。進めていこうはいいんやけど、どうなん？壁の方側向けてやった方がいいってこと？これはあれかな？ああ、自分バカなのか。ここは丸いやつの方がいいってことかな。あ、吹っ飛んだー。弾どうなった？あ、転がっていった。あ、いいやん、あれ、あの道筋超いいやつじゃない？ほら、いいとこで止まった。やったやん、奇跡起こった、奇跡。これでよ。でもここからがえ、待ってからがちょっと離れたとこからの爆風でもうちょっと向こうにやれるかな。私どの辺行けばいい？この辺おったら安全。あ、いや飛ばねーは、話しすぎた。この辺り、この辺で爆風ってどのあたりまで届くんかがちょっといまいちよくわかっ、若干だけ動いたね。ちょっと待って、だってさ、吹っ飛びそうやん、なんか。この辺まで大丈夫？あ、そう、そういう感じ。それで、これであとビタロックかな？でもこれでさ、この下とか落ちてったら私もうマジ死にたくなるんやけど。そっちじゃないよね。あ、ほら、そういうことよ。やけん、やっぱりあっち側に落とした方がいいんやって。もう、せっかく奇跡のポジショニングになっとったのに、キショって言ったよ、今私。
うわ、無駄にした。超無駄にした。こっち側から、こっち側から自分を爆破。じゃなくって、こっち側から、はっ。こっち側から吹っ飛ばしてどこ行った？ん？どこ行った？あっ。もう落ちるしかないやん。ねえ、どこ行った？あ、戻ってきたわ。戻ってきたってことは落ちたんやね。落ちたんやね。しても、まあさっきまでよりは、さっきのさ、ひたすらビタロックでしよった時よりは、見えてきたやろ。なんとなく、スピードは出てきたやろ。はっ。どこに飛んだんだ。あ、今あっこにあるんか。これで、あ、止まった。そこで止まってくれたらまだ希望あるよね。ちょっと待ってね。はーい。そう、そこで止まってくれたんなら全然そこからのビタロックいけるよ。マグネキャッチだこれ。はい。これでいけ。どう？壊れたけど。どう？え、飛んでないの？飛べや、おい。あ、前のやつが邪魔やったんかな。これが。じゃあ、こっからならもういける？あ、待って。強化リザルブーメラン。あ、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。怖い怖い怖い。こっち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 。あ、ちょっと方向違ったかな。あ、おっしゃ、行った。行ったよ、やっと。ふぅ。え？あ、びっくりした。なんでそんなとこ見よんかと思った。私が向けとったんか。あー、やっと。やっと会えたね。やっと会えたけど名前忘れた。誰さんやけ？なんとかヨマさん。最初マヨさんかと思ったけどマヨネーズみたいよね。ヨマさん。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。ありがとう。今こそ、女神ハエリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。あ、てか私これ多分もう5個目やんか。4個集まっとるけん、次体力増やしたいんやけどさ、どっか女神像あるかな？里の中にあるかな？はい、5個目。これで我が役目は終わる。女神ハエリアンカウがあらんこと。あー、めっちゃ苦労した。やべえ。やばいぐらい苦労した。ふう、やっと出てきた。それで体力を増やす場所はどこだい？あ、これもしや女神像。違うか。ゾーラか、これ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。